ソフトバンクホークスがパリーグリーグ優勝を果たしました。2020年以来4年ぶりの20回目の優勝ということで、まあ4年ぶりってことで久しぶりですね。もっと直近で優勝してるかと思いましたが、やっぱオリックスがここ数年強かったこともありまして、まあ、優勝から遠ざかってた中で見事に今年優勝を決めました。まあ中盤主力の柳田選手が怪我で離脱して、先週も近藤選手が怪我で抹消ということで、まあただその中でも総合力で圧倒することができたのがソフトバンクホークスだったんじゃないかなと思います。ここ数年強かったオリックスも山本由伸選手だったり吉田正尚選手がメジャーリーグに挑戦して、まあ、主力が減った中で、まあ、苦しんでたところもあったんですけど、やっぱソフトバンクの層の厚さっていうのは本当に強いのかなと感じました。小久保監督も就任1年目で優勝監督ということで非常に素晴らしかったですね。近藤選手が5番打者っていう部分はやや采配では納得いかなかったんですけど、まあただモイネロ選手はね、先発転向して安定してたし、有原選手はもうエースでしょって感じで、まあ結構波あったんですけど、抑えるときはほぼ無双してくれたというふうに思います。まあ采配とかいろいろな問題はあるかもしれないですけど、まあ優勝さえすればファンは喜んでくれること間違いないと思います。10月16日のクライマックスシリーズ挑むということで、まずはちょっと主力メンバーはゆっくりしてほしいなと思います。クライマックスのファイナルはおそらく、まあ、ロッテと日ハムは勝った方が来ると思うんですけど、まあ、どっちもね、ちょっと怖さはあるんですよ。まあ、ロッテはシンプルに強いし、日ハムはここ数試合、やや疲れてるんですけど、勝ち始める、打ち始めるとちょっと止まらないぐらい、そういうチームなんで、ちょっとそのあたりね、怖さもあるんですよね。まあ、ただ、モイネロ選手、有原選手、エース級を初戦からぶつけられる強みはあるかなと。そこを考えれば、まあ、かなり有利ではあるのかなと思いますけど、まあ、もちろんね、優勝したチームなんで、有利であることは当たり前だと思うんですけど、まあ、本当に素晴らしい優勝をね、見せてくれたんじゃないかなと思います。今夜は僕も、ちょっとね、プロテインで乾杯したいと思います。ソフトバンクホークス優勝おめでとうございました。